お待たせしました。ごめんなさい、なんかあそこにいると、あ、ごめんなさい、お帰りありがとう。ちょっとカーテンのところに来ました。ちょっとあの壁、物音が聞こえる。服ありがとうございます。ここめっちゃ暖房効いてる、ありがたい。ごめんね、めっちゃ待ったよね、ごめんね、申し訳ない。あ、時計ないと思った、時計あった。あ、サイン会よろしくお願いします。落書きしますね、いっぱい。こんばんは。ちょっとね、前回と変えたところもあるので、そこもちょっと楽しみにしてください。ちょっと変えたんですよ、ちょっとそこはね、見てほしい。手形かな、手形の方のサインにちょっと何が違うでしょうかっていう、前回のやつと、それをちょっとみんなに見てもらいたいですね。ぜひ楽しみにしてください。2月7日ですね、7日。手形もおすすめだよ、みんな手形おすすめです。ぜひ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 。こんにちは。
なるほどね、手形。家帰ってきて電気つけたら手形みたいな。うわ、鍋食べたいな。いいね。私何鍋が好きかな。トマト鍋か、なんかなんだろうな、トマト鍋も好き。なんかトマト鍋かな、一番好きなの。でも赤から鍋も好き。カツ鍋、カツ鍋、カツ鍋、カツ鍋ってなんだろう。あ、ココイチだってカレーテイクアウトしました。お、何にしたんですか、トッピングは。この前ね、この前何だったっけな、前みきちゃんとね、ココイチのトッピング同じにしたんですよね。前食べる機会があった時、なんだ、納豆、豚しゃぶに納豆とチーズだったかな、なんかで食べた。美味しかった。納豆、私カレーに納豆好き派だから、嫌いな人多そう。そんなことないかな。もつ鍋ね、私もつ食べれないから。そうなんだよね、もつ苦手で食べれないの。だからもつ鍋も食べれないか。納豆カレー美味しいよ、本当に。焼きそばに納豆？麺に納豆？なんか食べにくそうだね。でも美味しそうかも。牡蠣鍋、牡蠣か。そんなあんまり牡蠣食べたことない。私は納豆はね、完全にひきわり納豆派ですね。普通の納豆はね好きなんだけど、ひきわり納豆が好きになってからはもう家ではずっとひきわり納豆食べてます。納豆美味しいよね。気をつけて帰ってね。何が違うの？大きさ。なんか引き割りは細かくなってて、普通の納豆はもうこの粒のままドーンなんだけど、それが違うぐらいかな。こんばんは。納豆にとろろい、入れたことないけど絶対美味しいよね。納豆に酢をかけ食べる。初めて聞いた。私納豆はね、付属のやつしかつけたことない。混ぜる、混ぜずに食べるの？どうなんなんだろう。で、混ぜた方がいいって聞くよね。なんか100回混ぜたらいいみたいな。ネバネバ同士って間違いないよね。
え、卵か入れないな。え、でも一緒には食べるか、食べないか、わかんないな。え、なんか納豆混ぜ器あった気がする、なんか見たことある気がする。あ、ネギ入れるの好き。ネギ私はね基本的に何でも入れちゃう、ネギ好きだから。ネギ合うものばっかだよね、ネギって素晴らしい。天ぷらないな。今日めっちゃ納豆の話してる。最近アイスを食べてる。あ、さっきねもやめ送ったんですよ。届いたかな。今日食べましたアイス。よかったらもやめ見てください。そう、丸亀製麺行った時も、最近はねほんと最近ここ数年行ってないんだけど、昔行った時はあのこうセルフでさ取れるようになってたのね。今は分かんないんだけど、セルフでさこう天かすとネギをさだなんかどれぐらい入れてもいいじゃん。だからもうどっちもね結構取ってた。どっちも好きだったかな。最近行ってないな。あ、今もかけれる？いいね、あの精度変わらないの嬉しいな。私はね、結局いつもなんか普通のうどん頼んでた気がする。数年前、今行ったらもしかしたらちょっとアレンジしたのを食べるのかもしれないけど、昔はなんか全然何もかかってないやつでいいって感じだったから、普通のうどん食べてたかな。ほんとトッピングとか何もないやつ。福ありがとうございます。多分トッピングしたら高いっていうあれがね多分染みついてたのかな。行きたいな、久しぶりに。めっちゃ久しぶりに行きたい。伊勢うどん大好き、私本当に好き伊勢うどん。めっちゃ好き。誰か伊勢に行った時はお土産にね買ってきてもらってる。そのお姉ちゃんが行った時とか伊勢うどん買ってきて、無料だからね、いっぱい入れちゃう。ほんといつも食べ物の話しちゃう。
きしめんも大好きで、きしめんも大好き。名古屋と言ったらきしめん。スエドン初めて聞いた。ぜひ食べてみてほしい。びっくりするよ多分最初はね。食べたらびっくりしちゃうと。もうすぐ恵方巻き。あ、確かに確かに確かに。私は毎年なんか海鮮みたいなやつかな。まあ恵方巻きって大体海鮮か海鮮恵方巻きみたいな食べてる気がする。僕ありがとうございます。え、今年どこなるわかんない。あれだよね、なんか南西とかなんかあるよね、そういう南南西みたいな。わかんないな。そうなの、ロフトのクロミちゃんね、再販なのみんな。イエーイ。皆さんぜひ、この前ゲットできなかったよって方はこれを機会にゲットしてみてください。南南東だって。南南東か。我慢して縁側食べてたの。何、北北西どこ北北東。なんかいっぱい出てきた。どこ向けばいい。北西かならしいです。全方向で食べたらいいんじゃない。私もいつもアプリ使ってる。私の家はね、豆まきもちゃんとするから。そう、本当に投げてるで、なんか何ヶ月後かに豆どっかから出てくるんですよ、家の中。恵方巻きはね、作ってない。作ったことない。いつも買っちゃう、どっかのやつ。いや、チロルとチョコね、食べるかな。あんま食べないのかな。なんか結構好き嫌い激しいんですよ。そうそうそう。
そう、あらゆるところから、ね、出てくるんですよ。年の数か。私19個食べれる。19個食べれます。今ってこれ合ってんのかな、時計。8時57分ぐらい今。なんか私なんかちっちゃい巻き寿司みたいなの食べて、あ、合ってた。ちょっと明日ね、めっちゃ早いんで、ちょっとあとちょっとだけして終わります。ちょっと眠たくなってきた。若干眠たく。頑張ります。明日も。ゆっくりできる方はもうゆっくりしてください。ファイト、ありがとうございます。明日のギルバトがね、12時、19時、22時でしょ。どうだろうな、ちょっと。できなそうならまた、守備につきます。寝落ちしない。22時寝落ちしません。タコがホックする。待ってる。大変かい、当たりました。いっぱい落書きしますね。皆さん、ぜひ、チアレター待ってます。待ってます、皆さん。よろしくお願いします。じゃあランキング読んで今日はちょっと終わりにしたいと思います。みんなにおねだり。レターありがとうございます。じゃあランキング見ますね。13位ありがとうございます。12位ありがとうございます。11位ありがとうございます。10位ありがとうございます。9位ありがとうございます。8位ありがとうございます。7位ありがとうございます。6位ありがとうございます。5位ありがとうございます。4位ありがとうございます。3位ありがとうございます。2位
ありがとうございます。1位ありがとうございます。ありがとうございました。多分ね、私ともね、おやすみ、おやすみじゃない、おはようって言うと思うから、私とみんな反応待ってます。じゃあ、ありがとうございました。またね、おやすみ、ありがとう、頑張ります、ありがとう、バイバイ。